CCG の総攻撃に紛れ、吉村はみんなを連れて青霧のアジトへ潜入した。金木を探し、東華は走り回る。金木、どこに？さあ第10章やっていきましょう。ガシャをですね20連ぐらい引いて平子さんが出たんで星4ですね。これで全員パーティーが星4になったんで、今回からこのパーティーでやっていきたいと思います。まあ、せっかくなんで平子さん使いますか。人民の命は最優先するべきです。人民の命は最優先するべきです。まあアニメでも RE5 話かな、5話だよね。5話で、なかなか出番の多かった平子さんですが、なかなか好きなキャラクターですね。まあ、アニメが、まあ、多分ロゼ編までだと思うけど、2期があったりするとするならば、もっともっと平子さんがね、活躍してくれるんじゃないかと思います。攻撃はそこまで速くないな。3発。アモン何発だ。人民の命は最優先する。でですね、この中国版の東京グールアプリですが、まあ、結構アップデートとか入ってね、スキルの演出とかもだんだん変わってきて、なかなかかっこよくなってますね。俺も久しぶりにやるんで、さっき触ってたんですけどびっくりしました。あれ、これ変わってるんだみたいな。命は最優先する。まあ、やっとランクも35になって10勝いけるようになったんですけど、長いなこのステージ。敵の数が多いぞ。人民の命は最優先です。オッケー、あ、まだいたわ。あの2人もね、強化できる、とこまでは強化してるんで、負けるってことはそうそうないとは思うけど、このね、盾持ってるやつがなかなか厄介なんだよね。吹き飛ばしてくるしな。人民の命は最かっけえ。平子さんのスキルバリかっこぞ。かっこよいぞこれ。あー、やべえ、受けられた。前突進がなかなか吹き飛ばすし、こっちの攻撃も当たんなくなっちゃうんだ。やべ、前突進来るぞ。危ねえ。かっけーかっけーかっけー。オッケー。まあ10章は金木を救出しに行くっていうくだりかな。多分まだ最後までは行かないはず。アジトで金木を探すトーカは背後からアモンに呼び止められ、ラビットのマスクをかぶった。待て、なぜお前がここにいる、ラビット。今、こいつに構ってらんない。逃がさん。手足をもがれても戦え。お、アモン出てきた。でもさ、この時ってさ、クラじゃなかったっけ。しのいでみせ。まあいいや、細かいことは。多分クラだと思うんだけどな。エッセンシャル。エッセンシャル。こうやってキャラ交換しながらやると結構。今何使ってるのか分かんなくなる。平子さん使うか、せっかくだし。多分ね、見てる側もね、俺が今どのキャラ使ってるか分かんないと思う。平子さんのこのスキルは盾なのかな。盾っていう字が入ってるから。あ、これまたフクロウがいるってことは、あれか、押し進んでいくタイプのやつか。
あー重造いるし、ちょ重造きついんだよな。お前なんでもうすでにジェイソン持ってんだよ。おかしいよな。やべ、いやー強い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 。誰これずっとぶん回してんの。待って、ほんと強いんだけど、ちょっと待って、ドン引きなんだけど、ドン引きなんだけど強すぎる。ちょっと待って、よし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 、ギリ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 、超ギリ超ギリ。ちょ待って、誰か倒れてる。やべ、待ってこれ負けるんだが。ちょ待って、マジで負ける。ちょっと待って、マジで負けるこれ。ちょっと待って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 、逃げよう。あ、でもこれあれか、一定時間過ぎると復活するのか。平子さん、いつ復活してくれるんだろう。 OK、 多分これ大砲壊した。 OK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 、 相手なんか大砲の拠点みたいな1個壊して、ちょっと重曹がさ強すぎる。これぐるぐる回ってるの重曹だろ。これ強すぎるんだが、マジかこいつ。袋をしばかなきゃいけないんだよ。オッケー、じゃあマジ負けるかと思った。一定時間経つと復活するのか。でこれはなんだ、これはただのあれかな、消化試合的な感じかな。まあまあ雑魚的はね、さっさとスキル使ってよいしょ。ガチャからね、あのアヤトとヨモが結構な確率低いんですけど、なかなか出ないですね。もう結構引いてるんだけど、アヤト欲しいんですよね。てかあのガシャはラインナップ更新されないんだろうか。二刀クラーモンとかは追加されねえのかな。なんかすげえ気持ち悪い家具ね、なんか急ぎん着の長くなったバージョンみたいな。やべ、変なとこ使っちゃった。緑色の浮かくってなんかあれだな、新鮮だな。基本的なカグネって赤とか多いと思う。いいね、これいいね、これ相手の攻撃防げてるよね。いやー、やられた。は？今めっちゃバカでかくなかった？カグネ、これなんかガイみたいなカグネしてんな。なんか背中のさ、あー広角か浮角かわかんない、ガイみたいな。え、これガイなんじゃないこいつ、もしかして。ガイ説あるけど、トナカイみたいな角が生えてる、マスクしてるけど。これは倒れてる人を守ればいいのかな、次は起こせばいいのかな。あ、なるほどなるほど、回収すりゃいいのね。多分あいつらに任して、やべ、ちょっと待って、タップしてると全然助けれてるのか助けれてないのかよくわかんねえ。これは何人助けりゃいいんや。っていうかこいつは硬くね。
8人助けりゃいいのね。で5人、6人、え、制限時間あったのこれ。全然わからなかった。星2つ、多分8人救出できなかったからだろう。多分ね、今10勝だけど11勝に行くのにもランク制限があると思うんだよね。10勝がランク35だったから、次多分40とかじゃないかな。あ、これ捜査官か。あ、おおおお、平子さん、まあまあ攻撃範囲広いし、なんか敵にさデバフみたいな付与してるけど。何なんだろう、あれ防御力低下とかなのかな。なんかこっちに矢印ついてる。敵いるってことか。赤矢印が2本ついてるけど。人民の命を最優先するべきです。うわ、またなんかいるぞ。おい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 、スーパーマリオサンシャイン、あのマリオの後ろついてる、あの なんだあの水のボトルみたいなつけてるやついたけど、まあ俺攻撃せずかもしれない。おい、こうやべ、射撃部隊後ろに下がりすぎ。俺まあまあダメージ食らってんな。人民の命は最優先するべきです。ここ雑魚敵が多すぎる。こいつか、やっと出てきたな。おら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 、防御。やばい、来る、突進来る。ちょっと待って攻撃の最中スッて受けれないな。やべ、俺死にかけてる、俺死にかけてる、まずい。これやばい、待って、あっぶね、これ食らってたら死んでたな。食らえ、おら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 、あとちょっとだ。セイフ、危なかった。星1、あ、ノロがいる。油断するな、どうやらただのグールじゃない。あ、俺このシーンめっちゃ好きなんだよね。チャーミングなお口だ、熱いベーゼをくれてやりましょう。お、歌は、お、歌は、チャーミングなお口だ。だから月山使っていこうかな。あいつ動かねえぞ。え、怖い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 。その調子で楽しませてくれ。あ、来た。やばい、こいつかぶりついてくる。何これ、平子さん無双してるんだが。歌な、歌使いてえな。歌、歌いたっけな、ラインナップに。いなかったような気がするな、ガシャン。エッセンシャル、チャーミングなお口だ。よし、このままもうゴリ押そう。まあまあダメージ食らってるけど、味方。いや、何今の地面からカグネがズゾゾゾゾってできたけど、リゼみたいな感じか。リゼもなんかうねうね出てくるかな。
ですね、10章終わったんだけど、10章までしか今ないのかな、見た感じ。というわけでですね、とりあえずこの中国版東京グールアプリの実況はですね、一旦ここでストップです。また11章がですね配信されたらやっていきたいと、思います。というわけでお疲れ様でした。また次回の実況動画でお会いしましょう。